はい、ファットボブの高木です。今回初めて SSTR2021 に参戦いたしました。サンセットサンライズツーリングラリー、光の中に走り出す。太平洋で朝日を浴びて、日本海千里浜海岸で夕日を浴びようというこのイベント、日の出前、日の出直前のタイミングに予定している名古屋港某所に向かっているところです。だんだんと夜が明けてきました。海越しに朝日が昇りました。そろそろ出発しようと思います。オドメーターを確認して、改めてナンバーの入った写真を撮って、富山から来ていた V ストローム氏、今日この場所からスタートするのは彼と私の2台、健闘を祈り合いました。さあ出発です。私の決めたルートはこちら、すぐそこの名港中央インター、金城ふ頭の湾岸線のインターから一路高速道路に乗ります。すぐに高速に乗ったのは時間の節約ということはもちろんあるんですが、まずこの景観の場所を走りたかった。名港トリトンの景色もね、これね、ちょうど逆光でね、橋脚がシルエットで映るんですが、こんな中をまず走ってみるっていうのも今回のこのルートの一つの目的なんですね。朝日が自分の走りを励ましてくれてるように感じて、今日一日頑張って走るぞっていう思いが改めて強くなります。太陽を追いかけるという趣旨のこのラリー、まずは太陽を追いかける、太陽に向かって走っていくという、そんな時間を持てた、走り始め幸せなひとときでした。この後すぐ名古屋高速に降りて、名古屋高速を一宮、そこから東海北陸道に連絡して高速道路を一路北に走ります。ラリーというからにはルール、チェックポイントもありまして、ここに書いてあるように、指定道の駅は3ポイント、サービスエリア、パーキングエリアは1ポイント、それ以外の道の駅は2ポイントというふうに、ポイントを集めて、トータル10ポイント以上集めて、指定道の駅も必ず1箇所寄ってゴールするっていうルールなんですよね。最初に泊まったのは川島サービスエリア。すでにこの時ね、結構寒かったんですよね。オドメーターチェックして、はい、次にまたすぐ止まります。高速道路でね、サービスエリア、パーキングエリアを全部寄って、ね、ポイントを、ゲットして距離も稼ごうというね、 SSTR 初心者の私の作戦だったんですよね。庄川インターで降りて道の駅庄川、もうこの時も寒くてね、今から思えばもっとゆっくり休憩しておけばよかったです。山を越えて
白川郷に近づいてきたあたりからこの天気です。急に天気が変わって、先ほどまでの寒さは何だったんでしょうっていう感じですね。気持ちよくどんどん距離を稼いでいきます。初めての出場、しかも脳に病気を持ってる私のことです。で、最初に、からたくさん高速道路を使って距離とポイントを稼いでおかないと、なんとか必ず完走するぞという気持ちで走ってたんですね。先ほどまでの寒さはどこ行ったんでしょう。もうすでに暑かったです。予定通り福光インターで降りて、最初に向かったのは道の駅福光ですね。次に寄った福光駅でポイントは関係ないんですが、旅の記録紙としてパチリ。この日のランチはぜひともここで撮りたかったんです。福光駅前の中華料理の中、はい、こちら、カニ玉、ね、食べたのは酢豚とチャーハンとカニ玉の3品、お腹いっぱいでした。はい、ここにオートバイ置いて、はい、中のたまちゃんですね。 SNS いつも仲良くしていただいてます。またがってももらっちゃいました。楽しかったです。美味しかったです。また来ます。福光を後にして東に走ると気持ちのいい道なんですよね。向かうのは道の駅稲見、富山県で唯一の指定道の駅、ここで3ポイントゲットです。ここで楽しみにしてたのがソフトクリーム、ね、名物らしくてね、10段もあるというソフトクリームなんですよね。はい、こちら私の左手に持つソフトクリーム、10段もの長さ、すごい迫力でね、よかったです、ね、食べた後見たらね、もう完売してたようでね、ちょうどいいタイミングだったと思います。その後寄ったのが稲見からほど近い高瀬神社、地元では有名な神社だそうなんですけどね、今回道の駅稲見とペアで指定神社ということになっています。ポイントがつくわけではないんですが、ここもぜひ寄って参拝しようというわけなんですね。素敵な神社でした。旅の安全を祈願させていただきました。福光近辺にはね、私も何か縁があるんでしょうか。うちの担当の税理士さんが福光出身で、先ほどの中で食事をしたり、この高瀬神社に初詣なんていうのも、実家にいた頃はやっていましたよという話を聞いていましたので、ぜひここも寄ってみたかったんですよね。関東に住むカメラマン仲間にも福光、そして中を、ね、愛してますという方もいらっしゃって、なおさら縁が深いことを感じます。本殿のすぐ前にあったさざれ石、君が代の歌詞にあることは誰でも知ってるさざれ石ですよね。伊勢神宮近辺でも拝見したんですが、こちらにもさざれ石があってお参りさせていただきました。身の引き締まる思い、すがすがしい気持ちになります。高瀬神社を後にして下道で
千里浜の入り口、今浜の入り口を下道で目指そうと走っていたんですが、途中、通行止め工事とかですね、事故で通行止めもありまして、実は自分が一体どこを走っているか分かんなくなってきたんですよね。実はこの辺り完全にナビ任せで走ってます。時間もそこまで遅くなかったので気持ちは焦っていませんでしたがね。さあどこなんだろうここはっていう感じなんですよね。私のハレにはスマホの Google のナビとかではなくてナビ専用機ゴリラが取り付けてあります。以前からゴリラを使っててね、こちらを、信用して使い慣れてるんですよね。長くなってきましたのでここらで SSTR 初挑戦前編を終わろうと思います。後編も皆様こうご期待。高評価、チャンネル登録、コメントどういただけますと私がこれから YouTube を続けるモチベーションになります。どうぞよろしくお願いします。